カリブの海賊バトル43件トレジャーとは、上海ディズニーランドにあるアトラクションである。トレジャーコーブエリアに位置している。ディズニーランド、マジックキングダム、東京ディズニーランド、ディズニーランドパリに存在するカリブの海賊と、同じく、海賊の世界をボートに乗って巡るアトラクション。しかし、唯一、映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズをテーマとしており、物語や展開が、 他のバージョンとは大きく異なっている。さらに他のパークのバージョンにはない技術が使用されており、ボートが前へ進むだけでなく、左右や後ろ向きにも移動したり、インダストリアルライトマジックによる映像技術も多く使われている。物語は、ジャック・スパローとデイビー・ジョーンズの戦いがメインになっている。ゲストは、イギリス海軍の基地からボートに乗り込み、 バルボッサのバウンティレストランの横を抜ける。そしてジャック・スパローのいる、ケーブ・オブ・ミス・フォーチュンに入り込み、ジャックの合図によって、海の底へと潜り、クラーケンとフライング・ダッチ・マン号のある、デイビー・ジョーンズの船の墓場へたどり着く。そこから会場へ出てジャックとデイビー・ジョーンズによる、海賊船の戦いの中を通り抜けた後、ボートは港へと戻る。ありがとうございます。